はいどうも皆様こんにちは、ピーターマンです。さて今回のトークテーマはズバリ雷神丸ワールドトリガーにおける初登場は序盤玉駒支部にて陽太郎と一緒に登場した謎の動物ですね。それからちょくちょく登場しましてガロプラ戦ではヒュースを探し出すという重要な役割を果たしました。さてそんな哺乳類ですが23巻になってその驚きの正体が明かされましたね。ボーダーのクラウントリガー、つまり動物ではなくてトリガーだったってことですね。いやまあトリガーなだけであって実は動物的な生態をね持ってるのかもしれませんけれども、まあそこは置いておいて、さてそんな雷神丸くんですが実はあるところに伏線と思われるものがありました。それはこちらのゲームワールドトリガーボーダレスミッション、まあこのゲームをねお持ちの方はもうすでにご存知のことかと思うんですけれども、とりあえず知らない方向けに説明すると、このゲーム各キャラクターたちが自由にトリガーをセットして戦うことができます。まあこの辺はねみんな知ってるかなと思うんですけれども、さてそのセットできるトリガーなんですけれども、通常の武器トリガーやオプショントリガーの他にこのステータスをアップすることができる、まあ、いわゆるドーピング的なねトリガーがいくつかあるんですよ。その中にこんなものがあります。そう雷神丸 G、 この G ってのは何の略か分かんないんですけれども、まあ、つまりこの雷神丸がまさかのトリガーとしてもうすでに登場してたんですね。このゲーム発売は2015年秋でして、まあ、原作やアニメでは大規模進行が終わってランク戦にはもう入っていたかなって思うんですけれども、でこのゲームも作っていった段階っていうのはやっぱりその大規模進行中だったりするんでしょうね。でそんな割と初期の段階でこのように登場をしていたとはね。ちなみにこの雷神丸 G をセットすると戦闘中に体力とトリオンが回復していきます。まあ要するにこのゲームをね一通りクリアした人のみに与えられる、まあ、チートアイテムっていったところですかね。原作のクラウントリガーとしての性能はまあこの雷神丸は陽太郎を守るという役割を持っているので、そのね一瞬ね駒が出ましたけど、この戦闘描写はね結構相当えげつないものかなと思われるんで、そこはさすがに原作とこのゲームは違いますよね。さてではここからそんな雷神丸 G がどのような性能を持つのか、まあ、ゲーム画面でね軽く紹介して締めようかなと思います。はい、ではこのゲームでまあ軽くねご紹介するって言ったんですけれども、まあ、何をするかっていうと、まあ、この雷神丸っていうのをつけてどれぐらい変わるのか、性能というかねトリオンの消費が変わるのかっていうのをね、はい、ご紹介したいと思います。はいまあ今回は風間さんにねこう装着してもらってまず行ってみようと思いますけれども、まあまずはね軽く戦闘っていう前に本当に広いところで、はい、1人でどんぐらいになるのかっていうのをね検証というか、まあ紹介できればなと思ってます。今雷神丸つけてますね。でカメレオンを使うとこういうふうにねトリオンがどんどん減っていくんですね。まあ結構緩やかに減ってってるんですけど、で解くとこういうふうに回復していくという感じなんですね。でもちろんこうやって歩いたりなんかいろいろするとトリオン量もガンガン減っていくっていう仕組み、まあ、仕様になってるんですけれども、これが雷神丸がない状態だとステルスオン、はい、こんぐらいの速さで減っていくんですよね。結構速いんですよね減りが。でカメレオンを解くとまあこんぐらいのスピードで、はい、戻っていくと、そういう感じになっていくので本当に、まあ、このゲームはこのトリオンっていう概念が原作と結構違っていて、まあ、もちろんねこういう攻撃とかをすると若干減っていくっていうのは、まあ、大体多分原作通りかなとは思うんですけれども、バックワーム使うとこう減っていったりとかね。だからこの雷神丸っていうトリガーはすごくそのゲームにおいて重要なというか、まあ、本当に強すぎる効果を持つっていう状態なんですね。で例えばこのトリオン量がね半端なく多いっていう風に設定されているこのチカちゃんにこのガトリングガンってやつと、あとこのトリオンセーブって、まあ、これもねゲームオリジナルなんだけど、要は消費トリオンを結構抑えることができるっていうねトリガーなんですけど、それをこう装備した状態で、まあ、雷神丸もつけていくとすごいとんでもないというかねかなりの状態になりますね。はい、今ちかちゃんのトリガーセットはこんな感じになっておりまして、トリオンセーブと雷神丸がついてます。で例えば普通にこう打ってみても、今これ雷神丸ついてるんですけど、その2つをつけるともうほぼ無限にね弾が打てちゃうわけですよ。これね、他のキャラだとこうはいかないんですよね、全然。だから相当強いというか無敵すぎるねトリガーセットになっちゃうかなって思うんですよね。でかつ例えばここでカメレオンこっちだするとトリオン減らないんですよね、この人。さっき風間さんでねかなりこう減ってったのに全然減らなくなっちゃうというか、全く減らなくなっちゃうんで、まあ、かなりこうバランスブレーカーであるっていう状態なんですよね、本当にね。でバックアームしてもね減らないし、しかもバックアームしながら打ってもさっきのね風間さんのカメレオンと同じぐらいねの消費量なんで、で割とすぐね回復しちゃうから、これはちょっとねまあ相当強すぎる性能を持つ、はい、トリガーになってます。まあそれはね原作では割とこう見た感じ攻撃的なトリガーなのかなっていう、トリガー性能なのかなって感じはするけれども、まあこのゲームにおいてはかなりこうもうほぼ最強トリガーみたいなね感じになってますね。じゃあまあこんな感じで性能はまあ紹介できたんで、最後にワンミッションだけ軽くやってね、はい、終わろうかなと思います。はい、ということでやっていきたいと思います。今回使うのはもちろんさっき使ったマトリ隊員で、敵はというかまあ対戦相手はまあ3人組でいいかなと思いまして、この旧立川隊をセットしました。はい、正直勝てる気しませんっていうのもね、フィールドねこの訓練室っていうクソ狭いとこなんでかなりピンチというかね、もうすごい状態から始まるんですけれども頑張りたいと思います。はい、他のルールとしてはあれかな、体力回復なしにしました。まあ、雷神丸っていうのはその体力回復をどんどん進めるというか促進する効果があるんですけれども、それもねちょっとね強すぎる効果なのでまあそれはなしだな。うん、出撃するメンバーを選んでくれ。ちかちゃんはこのガトリングがまあレベル1だけど大丈夫でしょう。あと、まあ、グラスホッパー、カメレオンいらないな。カメレオンはカメレオンいらないや。こんなもんかな。グラスホッパーとこんだけあればいいか。まあ、あとはなんか気持ち程度にレッドバレット入れてこんな感じかな。うん、これでやってみたいと思います。本当にね今回はねすごい今更なんだけど、解説会プラスゲーム実況んみたいなそれをねよくわからない感じになっちゃったんですけど、まあまあまあ久しぶりのねこのゲームなんで、はい、こんな感じでいいでしょうっていう感じですね。さて、そうちゃんとね多分京介の格好もね黒くしたんですよね、旧カラスマ隊にカラーになるように。これでもね多分コンピューター相手だとこれ相当強いんだよね。このあそうでもない、それは3人だもんね。さすがに無理か。どうしようかな。でもアタッカーをね立川さんを寄らせちゃダメなんですよね、マジで。あの人先空が強すぎて、今さっき切られたでしょ、先空っていうか普通に切られて、うんやばいねちなみに4回目アウトすると負けなんで、さて頑張ろう。ちょっと武器のレベルが低いかな。まず立川さんをねあれですよ、寄らせないようにしないといけないんだけど、ちょいちょいこの奥から泉がね玉トリガーで牽制してくるんですよね。若干痛いっていうにしてもさ、これ今ガンガン打ってるんですけど、無限に打ってるんですけど減らないんですよね、トリオン。下のさトリオン量さマックスのまんまでしょ何これ、これすごいね。だからねちょっと雷神丸っていうのは僕今までのね参加型生配信でも絶対使わないでくださいって言ってたんだけど、これ使わせちゃダメだねやっぱね、僕もだけどこれはちょっとやっぱ強すぎるので、まあきっと原作でも雷神丸っていうトリガーっていうかクラウントリガーはもう強すぎるよって、最強だよっていうことを、まあ、ある意味こう伏線なのかな、それでこう示したかったのかなっていう感じしますけどね。さあ泉、これ多分打ち合えば勝ちだけど、後ろから多分立川さん来てるので、けどねグラスホッパーガンガン使っても減らないね。すごいねこれ。ちょいとこれはかなりのバランスベーカーぞ。いやー、久しぶりのねゲーム実況動画とかゲーム動画がこんな感じでいいのかっていう感じだけど、まあちゃんとしたゲーム収録はねまたいずれやろうと思います。今回は完全に1人なんで、家で1人でやってるんでちょっとこんな感じでねよくわからない感じになっちゃってるけど、まあそこはねお許しくださいっていう感じですね。いやちょっと思ったんですけど、これ相当威力低いっすねこれ。いや実際はそのアニメとかでトリオン兵に向けてとかは多分あったかなと思うんですけど、それが隊員に向けてとかランク戦とかでガトリングガン使われたっていう形跡はないので、だからそのどんぐらいダメージが入ってるのかって分かんないんですよね、描写がないから。これでもやっぱ立川さんがすげえ硬いのか。泉はね当たったら結構減らせるもんね。あ、もうこんな雑談しながらやってたらもうすごいもう3対1まで来てしまった。5分かかったけど、やばい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 うまいね、やるね。これはちょっと舐めちゃったね。まあでもちょっとあとは京介を削ってって、はい、彼が終わりなんで。すげえなこれ。しかしあんまりね僕このゲームではガンナーじゃないから、シューターとかだから、シューターかスナイパーだから、こういうちまちま削るっていうのはねなかなか性に合わないんだけど楽しいですよねこれ。ここまで無限なら無限ならというか、ああ勝っちゃったまあまあまあね、ちかちゃんのガトリングガンは強いっていう動画はすでに出したかなと思うんですけど、プラス雷神丸をつけるともう異常な強さを誇りますっていうことはね、はい、アピールできたかなと思います。僕は使わないけどねまあそんなことで今回は終わりたいと思います。まあ総括すると雷神丸はすごかったっていうことで、はい、そんな感じでいいんじゃないでしょうかはい、ではね今回はこんな感じで終わりたいと思います。また次回サブチャンネルの方でもね、はい、ワールドトリガー動画を出していこうと思いますので、そちらの方もお楽しみに。では今回もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。